チターボ2というものを、まあ、紹介いたしました。で、こちらのものですね。でこれはホンダシティの、もので、ホンダシティはですね、シビックより小さいコンパクトカーとして1981年の11月に登場したのがシティである。で現代の軽自動車で変わらぬ全長、高めの車高、短いノーズからなるスリードアハッチバックの発想は初代シビックで原点に立ち返ったもので、エンジンは CONVAX と称する直列4気筒 SOC1231cc の CVCC で63馬力と67馬力を発揮し、トランスミッションは5段 AT と OD 付きホンダマッチの3段 AT から組み合わされ、リアのラゲージスペースのそばの元コンポなる車両専用設計のオイタダブシティコンパクトバイクや商用車登録のシティプロも用意するなら多数の販売戦略をし、80年後にはシティターボを追加、電子制限燃料噴射の PGNF1 を初採用して100馬力を引き出し、83年11月にはインタークーラーを設置して110馬力に増加し、プリフェンダーを加えたシティターボ2をデビュー。で、84年8月にはフルオープンのカブリオレを追加して、ピニューフィリーナ、デザインのフォローを備え、オーバーヘッドバウのビリッピラーにはそのエンブレムが付いた。で、85年3月にマイナーチェンジでターボ2対応のグリルを採用するとともに、低燃費仕様を追加して、85年5月には実弾7弾とする復縁機能付きのハイパーシフトを追加と、常に話題を提供し続けていた、車だったということでね。これはあのムカデダンスって今でも意味が分からないんですけども、当時はまだインターネットとかそういったね、ものもないし、スマホもなければガラケーなんてものもない時代です。でこういう時代にそういう変な踊り、ムカデのこうぐにょぐにした姿ですね、あれをこうダンスで表現していた若者たちがいて、でそれでもうその CM で大ヒットしたというのがあるんですが、まあなんていうんですかね、こういうそういう時代があったらなんですね、ある意味ちょっとのんびりとした時代というか、そういうような時代だったわけですよ。でこれは通称ブルドッグって言って、まあ顔がこうブルドッグのワンちゃんに似ていることから、まあ、ブルドッグってこう呼ばれていて、だっての漫画でもそのなんていうんですかね、にも登場した車なんですね。よろしくメガトップでした。確かそういったものにもやっぱり紹介している、ものだったんです、ね。で、このホンダのシティというのは、まあ、長年ね、ずっと、探し求めていまして、まあ、これはずいぶん前に手に入れたんですが、まあ、それと同時に最近ね、箱だけ新しく手に入りました。ほら、シティターボ2です。これが本来の箱なんですね。まあ、黒箱も持ってるんですが、黒箱も持ってるし、この赤箱になったバージョンのやつ、ターボ2が出てるやつですね、赤箱で。で、それで乗ったものがこうになります。まあ、シティターボの場合も黒箱ではあるんです。あとは青いね、黒箱のやつで青いこのシティの絵柄が書いてあって、まあ、それで、なんていうのかな。あるものもあるんですよ、箱としてね、うん、ね、まあ、Fライトってのが前にいてね、こいつがシティのことを語っておりましたけど、多分おそらくシティのことを語っててもこういうこと知らないだろうというね、恥ずかしいですね、うん、本当に。だからそういうことを知らなければね、知ってる人に聞くと。でそれでそういう人に対して尊敬の意思をちゃんと示しなさいということは、そこだからね、うん、そういうところをちゃんとに尊敬しないんだから、まあ私は残念だなとしか思えないんだけども、まああの人はね、なんか別になんかサブアカを作って逃げようとしてるみたいだけども、逃げられまへんで、サブアカなんかいくら作ったところですぐわかるからね、うん、だからまあそういうようなところありますけども、このシティターボ2というのはこういうふうにですね、うん、あってこういう箱が3つ、要するに3つ存在するということなんですよ。
黒箱時代にはあの普通のシティがあり、そしてそこにちょっと変わったやつとしてシティターボシティ の、 あの 青箱があるんです。青箱じゃない、青い色のボディの黒箱があるんですね。ただそれは今でもあの希少車でなかなかそれ出回ってこないんですよ。青いシティってのはなかなか台数が少ないものでして、当時からあんまりなかなか手に入らない、ものだったんですね。でこのシティターボ2というのは、これがまあターボ2という正式に出てきてから、まあ赤箱になってからまあ出されたやつ。だからまあ黒箱としても珍しいのは珍しいんですが、こういうふうな赤箱当時も珍しいですね。で初期のやつが一番良かったのはこういうやつですよ。裏にこうやってちゃんとねスペックがこうやって書かれてるんです。こういうところがね非常に良かったですね。まあこれ当時写真だと思ってましたけど、写真じゃなくてこれ絵だったんですねってあれでツッコミが分かったんですが、絵でこうやって書かれてあって、ここにこう説明がねこう書いてあって、でそういったところがシティターボの、まあこれがシティターボであればシティターボのまあ良いなというところであるんですね。だからまあこれで当時の箱の雰囲気というものがこれでお分かりいただけたかなと思うんです。私はちゃんとにあのですよ、まあ、どっかのおじさんみたいにイルミニカーばっかり紹介してるとかね、あのリサイクルショップのものばっかり紹介してるとか、激安のものばっかり紹介してる人とは違いますから、私はきちんと正しいものをきちんと紹介しないといけないなというものがあるし、私はきちんとしたそのなんて言うんですかね、こういうふうなもうものがあるんだよということを、まあ、紹介したいですね。何しろイルミニカーなんてね世の中で出回っていますけど、そのイルミニカーってのは多分そのおじさんが勝手に調べたんじゃないかと思うんだけども、何がイルミニカーじゃと、イルミニカーってのは許可を取らないで勝手に作ったものです。あんなものを紹介するものはいかないし、そのなんていうの、イルミニカーがあるっていうことは本家のも対して失礼なわけですね。要するに自動車ディーラーの許可も取ってなければ、デザイナーの許可も取ってなければ、ね、そういう開発者の苦労も全然知らないわけですよ、ね、でそれをただ単にパクればいいやんねって言って、あの国がパクってきてそれを売って大量生産して売ってるわけだから、何の苦労もないわけです。でそれを何も苦労もない人がこのコロナの中で旅行に行っちゃったっていう人が勝手にね、ゆるみにかとかって言って紹介してるわけですよ。話にならないでしょ。だからね、イルミニカーなんていうのは世の中にあってはいけないことだし、ましてはそれを動画で紹介、堂々とイルミニカーシリーズみたいな感じで紹介してしまうっていうのは、これは残念に他にならない。ちゃんとした正しいものというものをちゃんと身につけていただきたい、ミニカー好きの人も初心者の方も車好きの人も初心者の方でも問わず、ね、ちゃんとしたものを、ちゃんとした知識経験、こういったものをちゃんとしたものをやっぱり身につけてほしい。そのためにはやはりそんな偽物を紹介しちゃいけません。あるね、どっかの与太郎って子供も昔の話ですが、三岡のビュートをその何て言うんですかね、こう手作りがいいですよみたいな感じで作ってですね、でその作ったものをこう紹介していましたけど、とんでもないですから、あれは手作りでしょ、ね、本家本元 の箱付きのものを買った方がいいですよって話なんですよ。ね、うん、それはだってお値段がとか言って、値段は要するに製造中心であれば高くなる、これは致し方ないことなんです、ね、でそうするとそういう人たちは転売がとか言ってきてもうね、なんかおかしな考え方してる人が多いですからね、だからそうじゃなくてですね、ね、そういう風になってるわけですよ世の中ってのは。だからちゃんとした正しい情報というものをちゃんとに知らないと恥ずかしいですよっていうねことにもなりかねんので、やはりこういったミニカーというものはやっぱりきちんとした、正しい情報のもと、発信していただければいいなというふうに思いますし、こういったものがあるよということね。でそれを皆様に分かっていただきたい。ほらこれはちゃんとした歴史の箱ですからね。最近箱田も前にも言ったかもしれませんけども、オークションでとんでもない人がいて、その箱をコピーしたやつですね、完全コピーしたやつだから、この箱の面もザラ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 だし、
こうやって箱を開いた時にこういう茶色じゃないんですよ。真っ白ななんかね箱だったわけで、それを堂々と値段すごい値段にして売ってるわけですよ。値段をなんかあのすごい値段じゃない、さもなんか安いですよみたいな、当時の箱がこんな安く買えますよみたいなさ。でそこに堂々とこれコピー品ですって言ってるけど、ヤフーもちゃんとあのそういう人罰してください。コピー品はいけないので、うん、コピー品はいけないですからね。コピー品は作ってもいけないし売ってもいけないもんなんですよ。だからね、コピー品を売るなんてとんでもない。だからそういった間違った考え方をする人が多くて、本当世の中、最近の世の中ってのは自分さえ良ければいいっていう、そういう人様のことなんか考えませんと、自分さえ良ければもういいんだっていうふうな自分勝手すぎる人が多すぎるので、やはりそういったところは間違ってるもの、あなた間違ってんだと、こういうことをやっぱりきちんとね、あの伝えられるような人になってほしいし、そういう大人になってほしいなというふうに思いますから、やはりこういったものがあったんだよっていうのをね、こう皆様に知っていただきたいなっていう感じです。どうもありがとうございます。